南米のコロンビアを訪れている安倍総理大臣は、同行した企業関係者とともにコロンビアの経済団体との会合に出席し、日本からの投資拡大を強くアピールしました。コロンビアはまさに飛ぶ鳥を落とす勢いで、国際社会を良い意味で驚かせる成長と発展を遂げてきています。さらに安倍総理は、日本の民間の投資が一層拡大し、両国の経済関係が活性化することを期待すると述べました。日本企業はインフラの整備や資源開発での参入を積極的にアピールしました。首脳会談でも企業の進出を後押しすべく、コロンビアへ投資をしやすい環境を整備することで合意しています。企業側には経済成長が進むコロンビアを南米進出の拠点とした期待があり、今後の進出に弾みがつくことになりそうです。